2回、30分に1回ですね、上にプロペラがありまして、あと上がれば分かるようになってます。これがターゲット航空ですね。あ、上も行けます。一番奥の大きい島ですか、ま、あそこも人が住んでる島ですかね。あ、住んでる。あそこもあれですか、多摩の会場。もう姫路。ああ、じゃああれも定期的に点検をしてるってことですか。だったら本当にもうあのちっちゃい島がパッと光るというか、
性が強いですね。いい運動になりますね。あ、これすごい、ね、いいですね。お、あのそこのこのここの上の窓ガラスが見えますね、はい、あそこから来ます。あ、はい、こういう灯台もあるということですね、はい、あ、この灯台自体が平成6年、あ、灯台来たけど、それとのこのサーチライトの方は平成4年です、ね、あ、なるほど、先にサーチライトができてからそれに灯台が後から作られたって。なるほど。当然風なんかで急に風が閉まっていかないためにこれで青色目をします。LED 灯台、灯台の方の機械になります。大田区島灯台ですね、はい、でその、ま、所要電源って言いまして、中国電力さんの電気をもらってその電気で、バッテリーを充電して灯台をつけてるということになります、はい、じゃあもし仮に停電した場合もいくらかはバッテリーで持てます。はい、はい、で上に今度はあの照射灯というのがありまして、2階が照射灯の機械が入ってます。それでまたあのサーチライトも見ていただきますけども、はいはい、そしてすでには今度私手切りましたから、はい、1時間に2回、30分に1回ですね、上にプロペラがありまして、 あと上がれば分かるようになってます。データを観測して本当の方へ送っております。それプラスこの照射灯と下の灯台の監視も一緒にやってます。異常が発生した場合にはどうか行くようになってます。上にアンテナがあります。で照射灯も当然あの電球が2つありまして、万が一切れても予備球に切り替えになってます。で電球の寿命は500時間、大体で500時間経てば交換しに来なきゃいけないということになりますので、大体3ヶ月に一度交換しに来て、照射灯をはまっていると思います。でここの窓の中にありますのが日光弁装置、これで夜を感知して夜だよとなったらこれが機械が作動してつき始めます。今は昼間なんで全く動いてない状態ですが、夜になりますとあの自動的に感知して点灯を開始することになります。では上に上がります。こうやって見ていただければ分かりますが、これがターゲットスコープですね。ここを埋めてみてください。これってやっぱりずらすことはできるんですか。ずらすっていうか、まあ、触ったらなんか例えばなんか島が動くことはないですけど、なんかあの例えばこういうハンドルで持って上下から変えたりするみたいな感じです。はい、なるほどなるほど。
で左側が予備機になります。万が一電容器が点灯しなかったらウィーンとずれて左側が真ん中に来て、点灯を開始するとなります。今これ冷却のファンが回りました。それだけ熱がある、はい、直接動かれても大丈夫なんですが、接続に持ちませんので、そこは分かりません。レンズが切れて。手出しても大丈夫ですか？あ、大丈夫です。おー。じゃあ、原田さん。次、原田さん、大丈夫です。私は強いんです。はい。はい。これが携帯電話というか携帯電話の機器が入ってます。ああ、本当こんな携帯電話じゃないんですよ。単なるプリント基板の脱マロカに変わったばっかりの発光ダイオード、高輝度発光ダイオードの陶器です。CDS と言いましてですね、光を感知して光がなくなったら夜だよってことで灯台が。ああなるほど。3秒光って3秒消えます。これ見ても大丈夫です。これは大丈夫です。横から見ても大丈夫。これは大丈夫。サクッツンツンツン。これはあ、わかりました。平石ですか？違います。違います。いや、でもこれに関係したり関係したり、だいたいどの辺の灯台にもついてます。灯台だからついてるものは電気の関係ですか？では答えを言いましょうか。はい、鳥よけです。あ、鳥よけ。止まって、あー、ようにと。あー、なるほど。こうしたらこのレンズに悪くなって、鳥さん止まるなって。無事に。オータップ島灯台の気象もですね、こうやって見ていただければ、タップしていただければ、オータップ島灯台、西北西の風7メーターというのが分かります。詳しく知りたい方は、さらに、気象の状況の変化、風向風速の変化なんかが出てきますし、それによって今後、どういう状況か、海が荒れてるのかではないのかとかを判断していただいて、安全に航海していただくと、また釣りをしていただくということになるかと思います。海の緊急通報番号、海のもしもは118番。海上保安庁では思わぬ事故から命を守るために必要な事故救命策3つの基本について周知・啓発活動を実施しています。1つ目、ライフジャケットの常時着用、保守点検されたものを正しく着用してください。2つ目、防水パック入り携帯電話等の連絡手段確保、防水パックに入れて落とさないようにしてください。3つ目、緊急通報用電話番号118番の活用、 GPS 機能をオンにすることで迅速な救助につながります。なお、家族や友人、関係者に目的地や帰宅時間を伝えておくのも有効な事故救命策の一つです。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。
フォローよろしくお願いします。